アベルメクチンは、16因寒楽トン化合物の一群であり、苦中活性および殺虫活性を有している。土壌中の放線菌の一種ストレプトマイセス、アバーミトリスの産生物である。4組8種の化合物が知られており、それぞれ A1R、A1 ビット、A2R、A2 ビット、B1R、B1 ビット、B2R、 B2 ビットと命名されている。主産生物及び副産生物の酸性量の比は8、2から9、1である。このうち B1A と B1 ビットの混合物がアバメクチンである。アベルメクチンを元に構成された苦中薬にはイベルメクチン、セラメクチン、ドラメクチンがある。2015年のノーベル生理学、医学賞はアベルメクチンの発見を含む 寄生虫感染症治療法の開発を表して、ウィリアム・キャンベル及び大村里氏に、また、アルテミシニン発見を含む、マラリア感染症治療を表して、土に送られた。1979年、北里研究所により、静岡県伊藤市川名の土壌から、放線菌が分離された。その後、放線菌は、製薬企業の研究所に送られ、 手術の培養液で慎重な環境制御下で培養され、マウスに寄生した寄生性線虫、ネモットオスピロイズ・レビウスの苦虫効果があり、しかも少なくとも8倍の範囲内の容量において、毒性がないことが確認された。それに続き、この苦虫効果は互いに密接に関係する化合物群がもたらすことが明らかとなってきた。その化合物群は、 最終的に新たな化合物として同定され、1979年に報告された。2002年、北里大学北里生命科学研究所及び、北里研究所が、ストレプトマイセスワバーミトリスから、ストレプトマイセスワバーマクティニアスを分離することを提案した。一般に治療に際しては、アベルメクチンは、蛍光投与、または、 局所投与される。飲み駆除の場合は、感染部に適化投与される。家畜の線形動物や節足動物感染症に300 g、300G、キログラム以下で広範囲な有効性を示す。対してイベルメクチンは人、馬、愛眼動物等の多くの動物種に 200G、キログラムの投与量で用いられる。マクロライド系抗生物質やポリエン系、抗真菌薬とは異なり、 抗細菌作用や抗心菌作用は持たない。アベルメクチンは無脊椎動物に特有のグルタミン酸作動性塩化物イオンチャネルでのグルタミン酸の働きを阻害することで神経細胞及び筋細胞への電気的シグナルを遮断する。ガンはミの落酸受容体にも弱い効果を持つ。これにより細胞内の塩化物イオンの移動が妨げられ、 無脊椎動物の神経、筋肉系に過分極と麻痺を引き起こす。一方、哺乳類では、グルタミン酸作動性塩化物イオンチャンネルを持たないので、同容量では毒性を示さない。アベルメクチンへの耐性が報告され、使用量を減ずるべきであることが示唆された。イベルメクチンピペラジンジクロールボスの併用療法でも、毒性の可能性が指摘された。アベルメクチンは、 主要へ死因子一酸化窒素、プロスタグランジン e 2のリポタ等誘導性分泌を遮断し、CA2 の細胞内濃度を増加させる。副作用は多くの場合一過性であるが、過量投与で稀に重篤な渾水、低血圧、呼吸不全を起こし死に至る可能性がある。特定の解毒療法はないが、症状を適切に管理すれば、 通常は、予後良好である。アベルメクチンの生合成経路アベルメクチンを合成する酵素の遺伝子群が、ストレプトマイセスワバーミトリスで解析された。アベルメクチン合成酵素群は次の4段階の反応を進める。1ポリケチド合成酵素によるアグリコン部の合成、にアグリコンの就職、3等速差の合成と就職、4アグリコンの糖化である。 この遺伝子群で構造が微妙に異なる八つのアベルメクチンすべてを合成する。アベルメクチンのポリケチド合成の過程。左から右へ即差が伸長し最後に貫化する。アベルメクチンアグリコンは4種のポリケチド合成酵素で合成される。この酵素複合体は I 型ポリケチド合成酵素と同じ活性を持つ。2 メチルブチリル COA あるいはイソブチリル COA が出発原料となり、7つのアセテート単位及び5つのプロピオネート単位を縮合して、アベルメクチン A 系列あるいは B 系列が合成される。新調が終了した初期アグリコンは、イブス4のチオエステル結合を分子内ラクトン化反応で置き換えられて切り離される。アベルメクチンの初期アグリコンは、 他のアベルメクチン性合成酵素群で、さらに就職される。アビはシトクロム P450 のモノオキシゲナーゼ活性を有し、C6 と C8 の間で、フランカンを形成する。ベフアなど依存性ケトレダクターゼ活性を有し、C5 のケト元をヒドロキシル元に還元する。アベックは、モジュール2がデヒドラターゼ活性を持ち、C22 と、 C23 の結合に影響するが、基準は確定していない。アベドは寒い存性、C5 から0メチル転移酵素活性を持つ。アベック並びに、アベドが作用するか否かで、アベルメクチンが A、または B 系列になるか、あるいは1、または2系列になるかが決定する。当社の合成及び投化については、 アベイア4の下流に位置する9つの部位が関与している。アババイブバイブは DTDPL オレアンドロースを構成し、アベビーはグリコンを DTDP 等で投下している。遺伝子、オーフ1から生成される酵素はレダクターゼカス性を持つと思われるが、合成のどの過程に関与しているかは定かではない。アバメクチンはアリクジョ用の餌の成分として使用されている。 チャン、チャン・シュン・アルバーマン、クリストフ、フー、シュン、ソーソン、ジョン・エス、ザイン・ビトロ・キャラクタライゼーション・オブ・ザ・イターティブ、アベル・メクチン・グライコシルトラ・ファース・ア・ベビー・レビールズ、リアクション・リバーセビラティ、アンド・シュガー・ヌクレオチド・フレキシビリティ、ジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・ケミカル・ソサイティ128、16420、ドイ、10.1021、 JA065950 キロプミード17177349ありがとうございます。